のポシェット、ファンシーグッズ、あー、かわいいワンピース。ダメ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 、今月はもうお小遣い使い果たしてすっからかん。見るな、見れば見るほど辛くなる。おー、極楽極楽。ほっぺたぽよぽよマッサージ機、やっぱほっぺは妖精の命だからな。ミニミニ楓の大冒険。はい、みももの妖精なんでも通販だよ。妖精なんでも通販、買って安心、見てお得、早い者勝ち、お見逃しなくね。へえ、妖精の世界にも通販があるんだ。当たり前だろー。ああ、さっぱりした。何それ。通信用モバイルだ。お菓子から魔法グッズまで、このキーボードでアクセスすれば何でも届くんだぜ。商品番号332、ちびっこパウダー。一振りすればミニミニ、君も自由に小さくなれる。期間限定半額サービス、これは絶対お得だよ。やった、これめったに値下げしないんだぜ、ラッキー。毎度ありがとうございます。ご注文の品は直ちにお届けします。またのご利用はどうぞよろしく。よほほほほほ。ねえミルモ、あんたもともと小さいのにそれ以上小さくなってどうすんの。これだから素人は困るぜ。いいか、ちびっこパウダーで小さくなればこのチョコだって。わーい、チョコの山だぜ。ぬほほほ。なるほど。っていつの間にそんなにチョコ溜め込んだのよ。俺のだ、全部俺のだからな、取るなよ楓。失礼ね、ほとんど私が買ってあげたんじゃない。だから私のお小遣いが足りなくなったのよ。知るかよ。お届け物です。どうもありがとうございました。なんでファンシーショップの店長が。いちいち騒ぐな、通販が届いただけじゃねえか。え、もう届いたの。よし、これこれ。本当にもう届いたんだ。はあ、いいわね妖精って。魔法は使い放題だし、チョコ食べて遊んでればいいんだもん。ほんとお気楽だよね。言ってくれるぜ、こっちの苦労も知らないで。楓もいっぺんこの粉でちっちゃくなってみるか。え、私がちっちゃくなるの。そうね、妖精みたいにちっちゃくなったら遊んで暮らせるわね。なんか面白そうじゃない。わー、やってやって、粉振りかけて。やっぱやめた、妖精はお気楽だなんていうやつなんか小さくしてやんねーよーだ。じゃーん、うわー、とっておきの一枚、これでどうかな。そこまで頼まれちゃ仕方ねえな。よし、じゃあやってあるか。そこに立て、楓。これでいいの。よし、ほんじゃ。あ、ちょっと待って、まさか元に戻れないなんてことないよね。心配すんな、ちゃんと元通りパウダーってのがセットになってらい。グズグズ言わずに行くぞ。うーん、はい。ここで魔法だ。俺様のおかげでな。ん？なんだよ。
見るもこうして見ると顔でっか。怖さを知らねえやつは困るんだ。怖くないようだ。見るもと一緒だもん。お前な、来月のお小遣いで美味しいチョコ買おうと思ってるな。もうとびっきり、それはそれは美味しいんだよね。楓、お前重いな、ダイエットしろよ。何よ、この前は散々無駄とか言ってたくせに。皆さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お楽しみのワゴンセールでございます。今日は美味しい美味しいマシュマロ、タリンとクッキーです。ご試食いかがっすか。あ、助かった。ミルムは？そう、いてじゃねえか、このタリンと。このうつけ者が、痛いのは拙者の方だ。なんでヤシチがここにいるんだよ。パンツとカリントは拙者の命なのだ。あはん、さてはヤシチ、盗み食いしてやがったな。何を言うか、これはご試食だ。拙者は人間界のカリントの味に気を配りつつ、ミルモ、貴様を待ち伏せていたのだ。常に先を読む拙者の眼力、恐れ入ったか覚悟しろ。てめえもしつけ野郎だな。行くぜ。とする前にもう一口。あのな、このクロエトの出来村は甘さ。そうか、しまった。ここはパンツと同様、命にも代えがたいカリン島の上。ここでは戦え。わかったわかった、場所を変えてさっさと済ませるぞ。よし、ここなら思う存分戦えそうだ。そいつはよかったな。行くぞ、ミルモ、覚悟しろ。くらえ。口ほどにもないやつめ。所詮貴様は拙者にはかなわんということだ、愚か者め。ミルモでパン。前が見えない。へえ、口ほどにもないやつめ。ヤシチでポン。おい、ミルモでポン。ヤシチでポン。ミルモで、ヤシチで、ミルモで、ヤシチで、ミルモで、ヤシチで。Ah!
貴様なかなかしぶといな。ヤシティ、どうしてもやっつけられたいみてえだな。それはこっちの言うセリフだ。よーヤシティでポン、ミラモでチョン、ヤシティでミラモで、ヤシティでミラモで、ヤシティでミラモで。ミルモが言ってた危険ってこのことなのね。お家帰りたい。とりあえず人通りの少なそうなところを行くしかないわね。何？歩きながら読書なさっては危ないでしょ。もう少し。ゆうきくん、私よ、楓を助けて。ご不要になった。ゆうき様、そんなにのんびりしておいてですと図書館が閉まってしまいますわよ。え、閉まった。いやー、今のお声は。この野良猫。日高さん、ヤシチのやつどこ行っちゃったのよ。魔法で荷物運ばせようと思ったのに。日高さんが助けてくれた、ありがとう。どっこいしょっと。あらやだ、これじゃ思いっきりおばさんじゃない。いや、もう私がおばさん臭くなるのも荷物が重いのもみんなヤシチのせいよ。今度見つけたら、ああしてこうしてこうやって、ああやって。あ、何よこれ、私の大事なワンピース、なんでこんなことになってんのよ。もうこれもみんなヤシチのせいよ。お家帰りたい。図書館。わこれドールハウスって言うんだ。結構高くて買うのは無理なんじゃ。いや、リルム、これじゃ外から丸見えで住めないよな。見ろリルム、へんてこな人形が風に吹かれて飛んでくぞ。楓様ですわ。
ミナミ、本当にミナミなのか？ユキくん、気の毒な楓様。私本当に同情いたします。泣かないでリローちゃん、私全部話してさっぱりしたから。はい、泣いてはいられないですわ。私今すぐ楓様の魔法を解いて差し上げます。魔法を？いや、ここはミルモを探して任せた方が。いいえ、これでは楓様がかわいそうですわ。お任せください。先ほどは慌てていたんでちょっと失敗してしまいましたが、今回は大丈夫ですわ。とりゃ、とりゃ、とりゃ、それ、と、リル、リル、リルムルパン。ミナミ、やだ、おかしいですわ。もう一度。とりゃ、とりゃ、とりゃ、それ、と、リル、リル、リルムルパン。なぜこうなってしまうんですの？やいミルモ、今日のところはこれで勘弁してやるから、お次はそうはいかぬと思え。首を洗って待ってろよ。か、勝ったぜ。ぐっ、この辺りのはずよ、ミルモとはぐれたの。結局そのサイズに落ち着いちゃったな。申し訳ありません、楓様。私のためにいろいろ頑張ってくれてありがとね、リルムちゃん。ほんと嬉しいよ。楓様、少しは元気出てきたか？はい、もう少し休めばまた魔法も使えると思います。いや、ミルモさえ見つかれば元通りパウダーってのがあるそうだし。ダメよ。はい、ありがとうございます。本当に魔法って難しいものですわ。良かれと思って使ってもかえってご迷惑をかけてしまったり、逆に妖精に魔法を使わせて自分は遊び放題、すっかり怠け者になってしまう方とか、ギク、本当に役に立つ正しい魔法を使えるようにとこうして修行していますのに、ダメな私。そんなことないよ、リルムちゃんもミルモもいい子だよ。私大好きだよね、ユキくん。ああ大好きだと言いながら俺を見捨てていくのか、てめえらは。はミルモ様、この白状者どもが。嫌だ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 。大丈夫、ちょっとしみるだけだから。嫌だ、俺様に気づきもせず通り過ぎてってやつなんかに手当てされたかねえったらね。気づかなかったって、そりゃちょっとゆうきくんに見とれてたけどさ。だってゆうきくんの肩なんか乗れちゃって横顔がこんな近くで。いやー、見るもったらよーよいー。くそー、見るもめー、思いっきり遠くまで飛ばしてくれたものだぜ。ぽよぽよなの、きっと願いがいい。
妖精たちも夢を見